処理水の話でかなり色々とニュースになりまして、やっぱり中国で色々とですね、おかしなことが起きています。その一つちょっと紹介しましょう。中国のスーパーで食塩が消える。 ちょっと前の韓国で起きたのと同じことがですね中国で起きているわけなんですよ読んでいきましょう処理水放出で買いだめ発生ということです当然福島第一原発処理水の海洋放出が24日始まり中国各地の小売店で食塩が品薄となっている中国政府が海洋放出に関して食品安全を強調したことを受け海水を原材料に製造する食塩を連想した一部の消費者が買いだめに走ったためだ当局が買いだめは必要ないと沈静化を働きかけている中国メディアによると 北京市や上海市江蘇省揚州市福建省福州市広東省広州市など幅広い地域で買いだめが起きている北京市内のスーパーでは24日夜食塩が並ぶ棚に商品はなく一時的に欠品と掲示されていた子どもと訪れた女性は本当に塩がなくなっていると困った表情でつぶやいていた中国政府は24日日本産水産物の輸入を全面的に停止すると発表処理水放出が食品安全に引き起こす放射性汚染リスクを防ぐためだと主張しており どう者の 過敏な反応を招いている模様だ中国メディアによると北京市は備蓄は十分と表明国有企業のメーカーは中国の食塩製品のうち海塩は10%にとどまりそれ以外の移行船87%、えー、古塩3%は日本の核汚染の影響を受けないと説明したということで中国のスーパー食塩消える中国政府がとにかく日本がね人類に対する害悪を行おうとしていると海というのは人類の共通の宝で だから、ね、それよりひどいものは自分たちが垂れ流しているということは中国政府は一言も言もわわないわけですよ報道の自由ないですからそれについてはもう一切触れない中国はちゃんと管理してねそんなことはしていないのに日本だけがねもう毒々と核汚染物質を海に流そうとしているともしそれが本当であればねダメですよそれはね。ところが核汚染物質といってもこれトリチウムですから生体濃縮もないもの半減期だってでそう長くもない。 そして、えー、ちゃんとね。一定数に薄めれば特に問題ないことも分かってるわけですからで、中国だってやってるわけですからね。自分たちがやってるくせに日本に対してね。核汚染物質を垂れ流すっていうのはだからこれ以前ね。この番組でも言いましたけども、中国は科学的根拠に基づいて言ってんじゃないんですよ。 さっっっっきから言言てててるるように気分が悪いって言ってるだけで同じ物質中国も出してるわけですからで中国も日本と同じようにトリチウムが含まれた処理水を出してるっていうのももちろん中国政府も知ってますそしてその量が日本よりも中国の方が多いということもこれも中国政府は知ってるわけですよなんでそれやってんですかって言ったら政治的理由でで日本に嫌がれ性をしてるだけですから,だから科学的学問的な根拠を持ってね中国人の健康を守るためにダメって言ってんじゃなくてこれただのイチャモンだということを中国政府 政府自身が分かってるわけですねですから科学的議論しましょうなんて日本が言ったってそもそもイチャモンですからそれに対して公明盛大な議論をって言ったら何の意味もないですそもそも嫌がらせですから中国が日本以上に出してるのを100も承知でそれを黙っておいて日本がね人類に対する害悪を行ってるって政治プロパガンダをする日本に落ち度はないのにだから当たり屋みたいなもんなんですからそれを中国政府がやってるわけなんでそもそも対話をしようとか議論しようとか科学的検築 関係ないわけですよだから日本政府は科学的見地でもってね、えー、平目に、えー、核汚染ありませんでしたとか毎日やってますそんなのはっきり言って関係ない向こうは当たり屋ですからねもうわざとやってきてるわけですから日本政府としては嫌がらせをするのはやめろと嫌がらせをするのをやめるか中国もね排出をやめるかどっちかにしろって言えばいいんですよ科学的対話をとか全然意味ないですよ嫌がらせをやめろとこれを言わなきゃいけないんですなんでそれ言わないんですかね中国はそういうふうに煽ってるわけですからそうすると まあね、良識のある人は惑わされないんですけども、まあちょっと、えー、良識のない人は、大変だ大変だって日本がそんな海を汚染するんだったら、じゃあ今のうちに塩買っとかなきゃとか、今魚食べ納めしなきゃみたいな、そういう風になるわけですからね。まあこういうおかしなことが起きているということですね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。